うん、危ないよ。あ、ちっちね。ちょっと蓋しとくわね。もうこういう、あとこれくらい。もうちょっと。もう弱火でいいと思うんだけど。ちょっと加熱したらもう茹でられるから。あとこれはね、もうだいたい柔らかくなってるのと。半分に切って、オリーブオイルと塩だけで食べても結構美味しい。オリーブオイルと塩だけですけど、これでも、うん、そのままでも美味しいんだけど、何かこう柔らかくなっちゃうから腐ってくるのも出てきて、なんとかあの美味しいお料理にして保存しとこうと思います。ね。じゃがいものティッシュっていうのはどんなんなのかな。何がいるのか。生クリームいるよね。牛乳ででもできるかな。玉ねぎもないもんね。玉ねぎもない。あ、でも玉ねぎのスープいただいてるから。ベーコンあるしね、ソーセージもあるし、ハムもあるし、ネギあるし、なんかそれで作っとこうかな。ね、さっちゃん。さっちゃんは食べられなくてごめんね。さっちゃんは食べられないね。ごめんね。